さて、今回を含めてあと3話です。よろしい、ならば戦争だ、始めるぞー。こいつらも召喚かよ。支配の力は我らが与えしもの。リグちゃんが使い切ってないなら私たちには到底勝てないわね。ゲマ様、何を。召喚した世界を食らうものを食らいやがった。それって世界を食らうものの特技じゃないですか。世界を食らうものの上位にいるのだよ我々滑るものはな。そしてこれが支配の究極の使い方だ。召喚したものを食う。ヌトラのように弱ければそのまま食える。リグ、お主には伝えていないがな。ではもう一機。これは強いから生で丸飲みはできないわね。あら、ビンジラス、イースティンネのワニ、モアラ戻して、サミュー殺して。わかったぜ、相棒。ギブのお願いなら喜んで。これでワニス安らかに眠れる。ギグギグフォーリー、ありがとう。フィーヌがこれほどまでに拒むとは。魂がハフニスに送られてしまった。け、誰がガジルに送ってやるかよ。致し方ない。一時的に上のガジルを呼んで一気に型をつけるぞ、ゲバ。ええ、兄様、ガジルと共に一つになりましょう。久しいですね、ゲマ、ゲムス。下の世界に降りてきたのはいつ以来でしょう。ひねりてえやつが揃いやがったな。その方がかえって好都合だぜ。ガジル、ハーフニースのゴミを片付けねばならん。さあ、力を。秩序を乱すゴミに制裁を加えましょう。さあ、力を。仕方ありませんね。戦闘体系に融合しましょう。力を。我らは一つ、三つで一つだ。ええ、兄様。さあ、無駄口を叩いてないで滅ぼしましょう。へっ、てめえらがいきなり合体したってな。二人で一人抜きはこっちの方が長いんだよ。なあ、相棒。持ちは多忙よ。お前たち、そやつらはバラでも相当に強い。俺がこれほどまでに消耗しておらずとも勝敗が分からぬほどにな。一つになればさらに相乗効果となりて手強い相手となるに違いない。心してかかるがよい。
3ターン経過とのことなので、一瞬で終わります。なんだあのレベルは、これ勝てませんわー。まあ神様だからね、強くて当然だよね。デジタルが一発即死でしたよ。うん、知ってる。あ、もう無理だー、勝てないわー。といったところで今回はここで一回締めておくね。小刻みに進めおって。残り2話も、楽しんでいってね。ではまた次回、バイビー。